リボンチャンネル。やだやだ、行かない。転校する。何言ってんの、堂々としてればいいのよ。可愛いじゃない、ニッキー。無理無理無理、絶対今頃噂広がってるもん。せっかく遠くの高校選んだのに、もう平和な日は来ないよ。メソメソしないの、夜は必ず明ける。行ってきなさい。ママ強い。そんな。おい、予定なったぞ。はい。この先に待っているのはあの地獄の日々。見て、あいつだよ。キモ。近寄るな。無視しよう。無理。やっぱ帰。花桃さん。おはよう。一限目科学じゃなくて体育になったよ。からかってやろうぜ。いやー、あ、見て見て、あれってもしかして。嘘、初めて見た。カメラカメラ、私ずっと見たかったの。3年の椿一心先輩。やばい、かっこいい。こっち向いて。こっち向いて。撮るよ。無理、誰とも撮らねえもん。もういい加減、私彼女にしてよ。お前彼氏いるだろ。別れたの、あいつ顔悪いし。やばい、全力で押せる。タクオの友達に送ろう。ん、どうしたの花桃さん、大丈夫？大丈夫です。あんまり私に話しかけない方が。あなたまで被害が。え、なんで？聞いてないんですか、私のあれ。え、あれって何の話？あ、もしかしてあの人、誰にも言わないでいてくれた。あの、ありがとうございました。これのこと黙っててくれて、おかげで私地獄に落ちなくて済みました。もう落ちんなよ。あの子に何したの？別に。なんだろう、ドキドキがいつもと違って、頭じゃなくて心に染み込んでくるみたいな。おい、本霊なったぞ。やべえ、ゴリだ。でもよかった、あの先輩のおかげで。科学室、また平和に過ごせる。本当によか。誰もいない。あれ、一限目って科学じゃ。またお前か。この教室使わなくなったって聞いたから寝に来たんだよ。体育になったよ。あ、そっか、体育。すみません、すぐ出ていくので。待った、静かにしろ。